はい、こんにちは、フライです。昨日ストリートで踊っている、動画を上げたんですけれども、その時にいただいたコメントで、使ってる膝パッドは何というものでしょうか、ちょうど購入を悩んでいたので教えてほしいですという、あの白滝さんのコメントがあったので、ありがとうございます。コメント、膝パッドなんですけど、僕もずっと使ってなくて、僕もっておかしいかもしれないけど、僕は膝パッドずっと使ってなくて、で、まあそもそも膝を使う動きを全然していなかったんですけれども、最近は特に膝を使う動きが多いのでと思ってたら、やっぱり膝がすごく痛くなっちゃってきて、で膝パッドどうしようかなって困ってたら、コーセーエイトロックスの太一がちょうど一緒に練習した時に、あ、いいじゃんその膝パッド、めっちゃそれ教えてよみたいに言ったら、あ、いいっすよーって、こう太一が教えてくれたやつが今使ってる膝パッドで、これですね、これヒューグロわかんないちょっとブランド名の読み方わかんないんですけど、この膝パッド使ってます。これすごい使いやすくて、昔僕がその始めたての頃、先輩に膝パッド何でもいいから揃えろよって言われた時に、バレーのサポーターとかをこう、バレーとこれですね、これバレーのサポーターとかを紹介されたというか教えてもらったんですけど、そういうのはこう、あ、足からこう、こういう風に入れないといけないタイプのものだったんですよね。だから最近のやつ、いやもう最近とかじゃなくて、もうずっと昔からそうなのかもしれないですけど、この後ろ部分がこうアタッチメントで使いやすいんですよね。だからちょっと失礼、よいしょ、言うたらこうですね、こうやってこれで使えるし、うん、これで、でこれで完成みたいな感じですし、すごい便利なんですよね、使いやすい、取るのも簡単だし、で、これ今ズボンの上からつけましたけれど、ちょっとつけますね、つけるとこ見せるとちょっとあれなんで、はい、これ今膝パッドつけてる状態なんですけど、まあわざとこう、なんだ、ちょっとここ膝浮いてるから今すごく分かりやすいとは思うんですけれども、実際は踊ってても膝パッドそんな目立たないんですよね。僕が踊ってる動画はほとんど膝パッド最近のやつはつけてるんですけれども、多分膝パッドすごい目立ってるってことはないと思います。だからなんか最近の膝パッドってこう、膝が目立つこともないし、失礼しました、膝が目立つこともないし、なんかすごい使いやすいなと思いますね。やっぱブレイクダンスは膝悪くなったりとか、その関節部分がすごい壊しやすいので、自分でそういったサポーターなんかをつけて、自分の身を守るっていうのはすごく必要だと思います。僕なんですけど、まあ、最近その両膝が一気に悪くなったっていうのもあるし、手がちょっと分かりづらいと思うんですけど、右肘がまっすぐ伸びないですね。動画上ちょっとよく分かるかちょっと伝わってるかはちょっと分かんないですけど、右肘が伸びない、左手は伸びるんですけど、右肘がこれ以上伸びないんですよね。だからフリーズがすごく甘いし、チアもうまくはまらないっていう、最近はそういう状況なので、分かんない伝わるかな、右手がね伸びないんですよね。なんでサポーターでちゃんとこう守る、肘守るとか膝守るとか、そういった自己防衛は長くやっていくためには必要だと思うので、いやー膝パッド肘パッドいけてねえよとかよりも、やっぱちゃんとサポーターつけて自分の体を守りながらダンスを楽しめたらいいなと思います。はい、でこの太一が教えてくれたサポーターなんですけど、僕はアマゾンで買いましたね、このヒュエグロ読めねえ、はい、これですね。アマゾンで膝パッドとか膝サポーターヒュエグロって入れたら多分出てくるんじゃないですかね。けど値段結構まちまちに出てきて、僕買ったやつ1600円ぐらいだったんですけど、もう一回調べたらなんか3000何ぼとかもいろいろ出てきたんで、自分に合ったいいやつを選んでもらえたら、はい、もちろんこのブランドじゃなくても多分いろいろあると思うんで、自分に合ったサポーターを見つけて、またブレイクダンスに楽しんでもらえたらいいなと思います。はい、というわけで白滝さん大丈夫ですかね、いいコメントありがとうございます。自分に合ったサポーターをぜひ使っていただけたらと思いますので、なんか動画見てとか全然関係ないことでも、動画と関係ないことでもいいので、コメントなるべくお返事していきたいなと思いますので、ぜひいろんなコメントつけていただけたらありがたいです。
なんか面白いコメントとかこういう質問あるよとか動画と全然関係ないものでも、お答えできるものはお答えしていこうかなと思いますので、ぜひなんかコメントとかつけてください。高評価も嬉しいですし、本当にちょっとずつチャンネル登録者が増えてるので、やっぱすごいモチベーションになるんで、できたら毎日投稿っていう風に目指して頑張ってるので、わかんないですけど、はい、このままお付き合いいただけたらなと思います。ではフライでした。